ゲッターズ飯田の幸せ満開億万回。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。さあ今週もこちらの企画をお届けしましょう、はい、ゲッターズ飯田が突然ですが電話で占います。はい、というわけでします。先週すごく明るい子がね、先々週かな、はい、出たので、やっぱなんかあれですね、電話を聞いてればなんか声だけでなんかモテるのかモテないのかってちょっと分かるぐらいの感じもありますね、うん、なんとかなる感じの空気とかさ、やっぱ電話じゃないと分かんないこともありますから、うん、明るかったもんな、うん、まあ、でも直接会いたいけどね、まあでも電話っていいですね、はい、ではでは行きましょうか。ということで今日も行きますよ、はい、じゃあまずはこの方ですね、お願いします。来ましたよ飯田さん、幅広いですね。10代後半お女性、はい、もゆちゃんかな、うん、私は高校3年生です。あ、すごい、すごい。女子校に通っているので出会いがありません。いつになったら彼氏ができますか。シンプル、今までで一番短いですよ。一番短い、うん、でも女子校行ってたって彼氏いる人いるんだからさ、できるんじゃない。さあ電話してみましょうか、はい、高校生だからどうだろう。結果3割3分3厘ぐらいになるでしょ、大体その辺 30% でね。さあ出てほしいですけどね、高校3年生。うん、彼氏なんかできるよ、大丈夫だよね。あと別に彼氏いなくてもいいしね、高校時代まだ。あ、出ないなこの感じ。おおかけになった電話をお呼びしましたがお出になりません。残念、このままメッセージここで残して、ね、ではでは、もゆさん占いまして、うん、はい、今年2022年中に恋人ができる可能性かなり高いです。ただ、はい、もゆ先生が自分が好きでいたいがすごい強いので、うん、その選びすぎて逃すってことがあるので、うん、もう一緒にいて楽しいなとかだけでいいので、楽しい場を作るといいです。ただね、女子校なのでなかなか出会いがないっていうことなので、一個のがイベントライブ、祭りは若い子のその作業はないと思うので、そういったちょっとなんかボランティアみたいなものとか、定期的に行く場所を作っておくといいです。でもう一個でもやるのかな、部活、うん、外部の部活って地域によって違うか、東京いくらでもあるですよね、剣道だったりとか柔道だったりとか、はいはい、ちょっと地域のものでスポーツクラブ的なものでなんかみんなできるものを参加してみるといいと思います。運気的に21歳から流れ変えまして26歳から劇的に運気上がるタイプなので、そこから人生がより楽しくなってくると思いますので、人情か情も厚いので、うん、意外と女優とかも向いてるので、芸術アパレル関係とかね、美に関してすごくこだわる、ね、焦ってそんな彼氏作って大変な思いした方があれだから、そうそう、でも一応モテ期に入ってるから、うん、人のいるとこに行くだけなので大丈夫ですよ。して頑張ってください、うん、可愛いから大丈夫、はい、ありがとうございました。可愛いかどうか知らないし、可愛いですよきっと、まあ、こんな短く文章書いてくる子は可愛いと思いますよ私に何とか何とかで何とかでっていう感じじゃないですもん。お願いします、聞いてください、私の悩み今恋愛ですみたいな、もう女可愛いですよ、ま、お前のあのイメージした女誰だ30代前半は男性、今日のお昼はカップ焼きそば教えてくれますねペヤングかな、うん、結婚2年目なのですが喧嘩が多く離婚の話もちらほらと出ています、はい、2人とも幸運の年だったので結婚もマイホームの購入もしたのですが、今後私たち、夫婦はどうすれば幸運になりますか、本当に悩んでます、よろしくお願いします、はい、ではではちょっとカップ焼きそば食べてる場合じゃないじゃないですか。今日のお昼はカップ焼きそばか、でもたまに食べるとうまいよね。そう、うまいんすよ。何が？僕やっぱソース焼きそばですね。ペヤング、ああもうあの昔あったあのイカ焼きそばがすごい好きだ。ポテチ、あ、いいでしょうか、かけてください。夜何食べてんのかな、夜は何なんだろうな、うん、お昼にカップ焼きそば食べる、夜にカップ焼きそば食べないよね、うん、いや夜も時々食べたくなる、なんか飲み会のか、